イタチ川は、かつて、大阪府大阪市何区を東西に流れていた河川。大阪環状線、イタチ川橋梁現在の何区時期、津東1丁目の阪神高速1号環状線、南波出口付近から整流して、何区木津川2丁目の東を流れる七瀬川に合流し、七瀬川はその先で木津川に合流していた。駅名や交差点名として、現在でも使用されている。 阿原橋は、もともとは、伊達川にかかっていた橋の名称だった。また、大阪環状線には、伊達川をまたいでいた、鉄橋、伊達川橋梁が残されていて、橋梁のもとは現在は、阿原橋駅の自転車駐輪場になっている。四天王寺建立の際に、船で運ばれてきた諸国の領財を運搬するために、改作されたと言われ、河川名は、 イタチが掘り進めていったという伝承に由来する。江戸時代の地図では、茶臼山古墳あるいは大阪学校が、辻のあたりから流れ出し、西成郡今宮村の広田神社の脇をかすめて清流し、道郡南波村と木津村の境界をなし、月星島と呼ばれた、現在の何枠木津川二丁目の東で七瀬川に、合流していたことが確認される。 道頓堀川から南波三倉まで流れていた。南波入り堀川が1879年に、同じく道頓堀川から天王寺三倉後まで流れていた。高津入り堀川が1898年に、伊達川まで延長。連結され、以降の伊達川は、両入り堀川の合流地点より下流を指すようになった。なお、延長後の高津入り堀川の下流部は、元伊達川の流路を一部継承している。 連結工事の過程で古代の栗船が発見され、そのことを示す石踏みが何枠なんば中三丁目に現存している。しかし、お区がひどいため1940年に大半が埋め立てられ、1954年3月には全域が埋め立てられた。跡地は主に道路となっている。上流から、ありがとうございます。